ちょっと桂田さんの方からですね相談を受けまして動画撮ってるんですけど、ありがとうございます。そうですね、ちょっとサムネとかタイトルにあります通り、最近11月結構の動画あったじゃないですか、はい、で僕も頑張ってやったんですけど、まあやってて思ったのが、最初は楽しかったんですけど、最近はもう仕事としてやらされてる感、まあまあ俺が活かしてるからな、まあ、楽しんで動画出さなあかんしみたいな、うんうん、最初の大塚とかはめちゃくちゃ楽しくやってたんですけど、はいはい、本来楽しいものじゃないですか、そういう行為っていうのは。せやな、生きていくには大事な三大欲求とかも入ってますからね、はい、まあ、そこの一部分が自分にとって楽しくない、うん、プレッシャーなものになってきててちょっとこれはやばいんちゃうかなって、その立たなくなったとプライベートで、そうっすねちょっと今回これを機に一旦ちょっと活動を休止させていただきたいっていう、うん、皆さんには申し訳ないですけど、そうなんで、ちょっとオナニー活動を休止させていただきます。え、はい、どういうこと。あ、今回はオナニーの活動を中止させていただきます。オナニーの活動って何。あの、一人でやる、はいはい、活動を休止します。すいませんでした。いや、どういうこと。本当に申し訳ございません。いや、ちょっと待って。いや、俺 YouTube の活動自体を休止するみたいな感じで思ってたんやけど、はい、あ、オナニーっすね。オナニー自家発電を休止します。何の報告や。本当にすいません。いらんねん、その報告いや、泣くとこちゃうやろ。もうてっきり YouTube の活動を休止するんかと思ってた。ちゃう、そんなわけないですやん。何やねん、お前。こっからっすやん、10万円。いや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 、もうそんな一人ではやってられないんです。あー、なるほどね。もったいないです、そんなん出したら一人で。プロ意識っすよ。おお。やっぱ貯めて貯めんと大人プレイ全くなかったっす、YouTube 前は。今はマジでもう動画か、内緒の。内緒のオフの。オフのやつか。しかも、対人でしかやんないと決めましたんで。じゃあもう、対人だけに絞ると。もったいない、もったいない、一人でやんない、マジで。ってなってきた。これ成長したってこと。成長っす。いや、ほんまに。全然、はい、大丈夫。あ、ほんまに。もう家にティッシュないもん。ティッシュいらんし。いや、他に使うやろ。いやー、そうっすね。そういうことですわ。わかりました。あ、じゃあ、びっくりさせましたね。動画は全然一人続けれる。あ、よかった。対人っすもんね。はい。いや、そうっすよ。だって、僕ら11月、週3投稿で頑張るって言ったじゃないですか。はい、はい、はいはい。動画見ました。いやー、見てないっすね。え、見てない。自分の動画やぞ。まあ、俺も見てへんけど。もう、自分の動画あんま見なくなるんですよ。いや、でもまあ、見返すじゃないですか。再生回数とかね。はい、全部。10万再生。おぉ、これほんますごい。11月全部。そう。20万超えも多いっすよね。あ、20万超えも多い。そう。だから僕らなんか登録者、もう10万いきそうですけど、10万いってないのにやっぱ毎回10万再生超えてるんで、それだけ登録してないやつが多い。ちょ、登録してよ。しろよ。ほんまに。オナニーやめんねんぞ。いや、関係ないやろ。しろよ。それで、あ、登録しようってならへんやろ。なる。じゃあまあ活動は普通に続けていけると。やります。いや、よかったです。ちょっと俺は正直、え、マジか、このタイミングでとは思ってたんで。あ、ほっとした。え、ほっとしましたね、だいぶ。あなたは全然やっていただいて大丈夫なんで。あ、僕はオナニー毎日してます。はい、ありがとうございます。大丈夫です。はい、今後は YouTuber らしく企画を絡ませたちょっとやつ、あー、いいっすね、動画上げていきたいなと思ってまして、はい、で、今回それの第1弾みたいな感じで童貞企画をやります。童貞企画。はい。で、あなた童貞じゃないじゃないですか。童貞じゃないで。いや、そこめっちゃ主張しちゃうからな。ダサいねん、逆に。で、まあ俺もね、童貞じゃないんで。え、いや、そらそやろ。えって27やぞ。ゴリラ童貞。ゴリラ童貞ちゃうねん。視聴者さんの中から童貞を大募集したいと思います。おお、これほんとすごいよ。募集してどうしはるんですか。まあ、企画はまだ決まっておりません。ただおそらく美味しい思いができる企画ばっかりになってますんで。卒業証書的な。あ、そうですね。そうですよね。そうですね。うわー、ただで。ただで。うわー、めっちゃええやん。そうだから、童貞のね方で僕らの動画に出演できる18歳以上の男性ですね、僕らの Twitter とか、はい、Instagram、DM まで送ってくれたら、あー、お願いします。この童貞やという童貞にちょっと美味しい思いさせたいなと思って。おー、いいじゃないですか。どんどん募集してきてほしい。いや、どんどん来て。で、Twitter と Instagram さ、フォロワー伸ばしたいんやん。あんまりフォロー増えてないから、ちょっとみんなこの機会にねフォローして。そうですね、よくね見ていってもらったらいいと思います。弱っ、訴求弱っ。まあそんな感じで、はい、あの童貞募集してますんで、詳細は概要欄から確認してください。はい、お願いします。はい、というわけで、まあ今回後半の動画になりましたけど、まあ活動は休止しないということで、しません、どんどん続いていくということで、よかったです。はい、あれ、なんか終わろうとしてる。え、終わりますよ。いや、ちょっと待てよ。なんか忘れてへんか。何、マイレージ溜まってるやろ。もうマイレージ、マイレージ無視されてるぞ最近。いや、もう溜まってるっしょ。もう正直溜まってんねんけど、はい、視聴者さんのコメントとか見てたら最近あんまなってない。え、なんかいい店行っていい女の子と遊んで、はい、よかったですとか誰も求めてない。いや、でもそれは何が出てくるか分からんねんから、それはしゃあないじゃん。いやいやいや、だからいい思いしてるんで、それでねマイレージ溜まったっていうのはちょっといかがなものかと。え、
どういうこと、溜まったもう溜まってるやんもう。いや溜まってるけど、コメントでもこんなんでマイレージ溜まるんかよ、ポイント減らせよとか、カツラだ、キモ、デブ、クサ、それをいらんやん。え最後の方の、うん、悪口やん。でそういうコメントいっぱい来てますから、ダメですよそんなんじゃ。じゃあどうすんの。ということでちょっと試練与えたい。燃えて燃えてなんで溜まったやん、それが試練や、溜めるまでが。じゃその試練が甘いって言ってんねん、わかる。試練が甘い。何をやるん。もうちょっと関西にすごいヤバい店があるらしい。もういややってわかるって聞いたことある。カタカナのやつや。カタカナのやつきついって。サッカー好きやしちょうどいい。うわもういやいや、まあ、もうほんまに関西で有名な罰ゲーム店ね、そこに行ってもらいたいなと。ちょもうおかしいやん。何がすか。たまったやん。じゃだからその試練が甘いねん。コメントでもいっぱい来てんねん。誰やコメントしてんの。天チムか。天チムちゃうねん。なんで天チム見てんねん俺の動画。いやだから、えじゃ忘れてますよ。あなたって大塚の頃思い出せって。ゴラムとかやってん。ゴラムやったけど、ゴラムとかもやってるもん。ちゃんとやったもん。確かに。いやでもあれも最後結局いい思いしてるから、あの越谷の。いやそれは知らんやん、たまたまやん。たまたまやん。二郎坊とかもあったやん。店なくなるやつ。そう、二人だけ大変。まだ裁判中や。裁判やってんのまだ。無理。それ行ったらってことじゃ。それ行ったらもういいですよ。もうだる。もうこれはしゃあないっす。もう俺らやっぱ視聴者の奴隷なんで、視聴者が面白いと思う映像を届けないといけないんで。じゃあそれ言ったらもうそれはさすがにもう行くっすね。高級。あ、いいっすよ高級。あ、OK です OK です。あ、でももう一つ朗報あります。一応高級のお店も前回高いとこ決まってます。2桁10、はい、2桁。うわっ、うわきつい。もう行くと思った。もう行けると思った。思ってた、ワクワクしてた。無理っすよ、無理っすよ。あと一踏ん張りしたらアイレージ15ポイント達成なんで。ほんま悪いわ。どっちの動画もお楽しみで。まあ、二度楽しめますから、これで、視聴者。で遊ぶね。で、おそらく、チャンネル登録者、今年いっぱい10万いけるかいけないかぐらいなんで、まず YouTube のアカウント持ってない人はアカウント作って、ちょっと登録してほしいです。はい、で、あと、おすすめとか、トップに出てきた時にたまに見ますよみたいな人も、ちょっと登録してほしい。うん、定期的に見てくれんのやったら、登録してくれた方がいろんな動画見れるんで。はい、というわけで、全力マンキン、これからもね、もっともっと高いとこ目指して、やっていくんで。はい、まあ、10万の次は、うん、13万人目指して。めっちゃ刻むな。もっと20とかやろ。段階あるやろ。ラモス。適当すぎやろ。適当でいい。